あらにゃんせよ、こんにちは。どうも、世界のコメディアン。ヨゴンです。インスタグラムに載せたんですけど、爪変えました。なんか青空っぽいのでいいなと思ったんですけど、実際してみたらちょっとなんか和食屋の皿の柄っていうか、なんかよく金魚とか入れられてるバチみたいな柄になってお気に入りです。ちょっと暗いですよね。ちょっと申し訳ないこと、申し訳ないことっていうか、ヒョウが一番ショックを受けているんだけど、照明が壊れてつかなくなりました。照明がつかなくなって壊れました。すいません、2回言いました。今日何をやっていくかというと、信じられないぐらいめちゃくちゃリクエストいただくんですけど、ノーカットのメイク動画を上げなさいと皆さんから言っていただいて、何がいいのか全くわからないんですけど、ノーカットメイク動画ので、なんか私がなぜノーカットのメイク動画をいきなり撮らなくなったかっていうと、しんどいんですよね。ずっと喋らなきゃいけないって思っちゃって、なんかずっと喋るのが、なんかメイクに集中しないで、なんか眉毛描いてる時とか喋るの無理だから、そう、それでなんかちょっとずっと撮ってなかったんですけど、ずっと喋るのがしんどくて。だけどなんかみんなが喋らんでいいと、私は別に喋るのはしんどいとか言ったわけでもないのに、なんかみんながなんか察したのか知らないけど、いや、喋らなくていいから、別に動画を撮れと言っていただけたので、なんか別に喋らんでいいなら別にいいかと思ったんですけども、本当に喋れませんよ。私喋らないでいいって言うんだったら、いいですか？眉毛の時とか本当に喋らないですからね、毛剃ってる時とか。それでもいいってみんなが言ってくれるので、今日は無言のところもあると思うんですけど、まあなんか今在宅ワークっていうか、みんな家にいるだろうから、お利口な方取ると、あと在宅ワークの方とかは、まあ家に外に出ないといけない人たちはいつもありがとうございますということなんですけれども、みんな家にいるだろうから、なんかまあ言ったらちょっと暇ですよね。ごめんなさいね、今ちょっと動揺してるんですよ。なんかメイクポーチなんかファンデーションだらけになっていて、何がこぼれたなあ、何がこぼれたんだ。なんかいろんなのにファンデーションがベタ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 ついておけれども、こんな風に教えて、マジで何がこぼれた、処刑するぞマジで。めっちゃ何がこぼれたかも知らんし、別に今日そんな興味ないけど、阻止するつもりもないんで、まあ、勝手に大暴れしとけっていう感じ。この間デパコスをめちゃくちゃ大量に買ったじゃないですか。勝手になんか岩田屋救いたいとか言って救えるわけもなかろうに、救いたい企画やったんですけど、まあ、それで新しいメイクたちがいっぱい流れ込んで、自分で買ったんだけど、流れ込んできたので、そいつらを使ってちょっと今日はメイクをしていこうと思います。なんと今日はスキンケアからやっていきます。はい、なんかめっちゃ長くないですよ。多分40分ぐらいになると思うよ。みんな40分ぐらいになると思うよっていうか、もうその動画上げとう時点で何分かは決まっとうやろうけど、分かっとうわと思っとう人も俺だよね。で、今日その外に出る予定はもちろんないんですよ、私。じゃあなんで化粧するのかと。私用がないと絶対化粧しないので。いるの？逆に用がないのに休日でもなんか起きたらパジャマから私服に着替えてメイクする人とかいるんですか？いるんだったらちょっと連絡してほしいんですけど、連絡はしなくていいです、すいません。連絡してほしいとかわけわからないこと言ってしまいました。まあ、とりあえずそれでなんかせっかく化粧するならなんかしたいなと思ったよ。まあでもすることねえなーと思って、まあ、考えた結果、ちょっと公園に散歩しに行くことにしました。ええって感じだよね。まあでも外の光を浴びないと病気になるので、病気になるかは知らんけど、病気になりそうなんで現時点で、なのでちょっと公園に散歩しに行こうと思います。はい。あ、ここにあるのは9点でまた1万円分購入したんですけど、そちらの購入品紹介のものです。化粧が終わってからちょっとこれを購入品紹介撮影してからお散歩に行こうと思ってる中バレてるよねこれも。何なのか、ヒョウが大好きな方の商品なんですけれども、はい。それじゃあクリニークの拭き取り化粧水、これ名前言った方がいいかな、言いたくないけど、クラリファイングローション2ドライコンビネーションスキン拭き取り化粧水です。これをクリニークの拭き取り化粧水用のコットンにこれ出して、出しすぎだろうが、びっくりだぜ、ちょっと出しすぎたんですけど、これだるま、おめしゅしゅ、奇跡だぜ。私普段おでこはね絶対スキンケア絶対っていうか、まあしないんですけど、
梅原にデコもスキンケアしろっていう風にいつも言われるので、あのとうとうしてやろうと思って今してやってます。ピチョピチョくせえ。でクリニークのこちらの化粧水使う、これ名前言った方がいいですか、見た方がいいですかっていうか読もうとしてるんだけど、モイスチャーサージハイドレーティングローション保湿化粧水、こちら使います。で、もう結構1週間ぐらいクリニークの化粧品を、なんか化粧品っていうか何スキンケア用品使ってるんですけど、いいか悪いかで言うと普通ですね。はい、なんか肌の調子は別に普通に良くなるんだけど、だからその特段めっちゃいいなっていうわけではないかなっていう感じ、正直言って。うん、まあなんかスキンケアなんてほとんどそんなもんかなと思うけど、たまにねめちゃくちゃ感動するやつも出られるんですよ。まあ出会った時嬉しいよねっていう、そんな感じで。そんなに期待してないのいちいちスキンケアにね。ディオールのさ、クレンジングのジェルみたいな使ったんですけど、なんかあれも、で、メイクあんまり落ちない人びっくりしてるんだけど、なんか知らない。うん。なんか皮膚の化粧濃いのかもしれない、知らないけど。あ、でも多分、いや、だから、ファンデーションとかめっちゃ落ちてるのかもしれない。ただアイメイクはやっぱり落ちないので、なんかアイメイク専用リムーバーみたいなやつ買おうかなと思うけどさ、マツエクしてる人どうやってやってる？なんかさ、マツエクしててもいいよみたいなやつあるけどさ、絶対良くないよねって感じじゃない？なんかマツエクしてても使って大丈夫ですよみたいなやつ使っても全然落ちるんだよね。マツエク、取れるというかボロ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 。本当にマツエク大丈夫ですよっていうふうに作ってんのかって疑い深くなるぐらいには、ボロ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 取れるんだよね。てかその松江区対応してないやつでもたまに使っちゃうんだけど、それはお前が悪いやろって感じだけど使っちゃうんだけどさ、もうあれ使って なんていうの、その使っちゃうとそのまつ毛にベロベロ塗るっていうわけではなくて、その目元を取ったりとかするんだけど無理だよね。なんか松江区私向いてないわ多分、めちゃくちゃ早く抜けちゃうっていうか。でもこの松江区する前に行ったサロンのとこの松江区はマジで取れなくてびっくりしたんだよね。そこにもう一回行きたいなと思ったけど、なんかね、もういいや、なんか松江区ちょっと一旦自粛しようと思って、言えてないし、誰にも会わんのに、なんかそんな松江区で土下するっていうかね、別に人のためになんかそんな常に人のためにやってるわけじゃないけど、おしゃれとかでもまあある程度なんか身だしなみって相手のこととかね、なんかできとう、こう鼻のここに、ここにニキニ、これさ、こことここになんかできもんできとうよね。なんかこれ鼻の周りのニキビって何が原因なんだろう。まあ、どうせ栄養不足とか睡眠不足とか書いてあるんだろうけど、まあどっちも否めろ。いや睡眠不足ではない、最近バカみたいに寝ようけん、なんか冬眠したくなるように寝ようけん、毎日冬眠ですよ私は。いいよね何がほらこんな風に青と黄色出てくるのよ。まあなんか前のタバコ吸う爆買い動画見てくれた人にはちょっと伝わるかなって感じだけど、はい、出てきますね。で3月はね、今月のお気に入りあげたい、なんかいろいろチャレンジして、なんかやっぱ家に引きこもってるから、その分いろいろ試せるっていうか、じっくり、まあ、試せても試せないのが私、試さないのが私なんだけど、めんどくさくても、鼻詰まりがひどい。なんでこの鼻詰まりこっちの。私なんか多分、口呼吸っていうか、寝てる時に口で呼吸してるよね。だけどなんかめちゃくちゃ口で呼吸しよったら、喉が痛くなるやん。そう。毎朝結構喉痛い。朝起きたら。だから加湿器買ったんだけど、加湿器も初期不良で使えないので、どがんことですっていう感じなんだけど。もう新しく買うまでには至らない。もうめんどくさいです。はい、バキッつって、私足首バキバキ言うんだよね。なんか病気かな。まあなんかかっこいい気にか、バキッつって、なんか小学生の頃めっちゃみんなに自慢しよった、私足首バキバキ言わせられるんだよねとか言って、バキーンって鳴らしてみんな、すごいみたいになるのが好きやった。なんかペソない UV エサンシエルコンプリート、これシャネルのやつ使います。うわ、たんだなんか喋ろうと思ってたら忘れてしまった。てかやっぱスキンケア直後に化粧いいね。もうなんか伸びが違うわ。ぐんぐんグルトなんだが、ぐんぐん伸びる、こうぐん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 ね。
もうひょぐさ、免許取る前に絶対に引っ越さないといけないから、あのほら、免許を取って現住所でさ、なんか何、免許を作っちゃったらさ、なんかいろいろ手続きしないといけないじゃないですか、引っ越した時、住所が変わったりとかしたら。だからもう絶対引っ越してやると思って。もう、狭くて、話にならない。なんか撮りたい動画とかも結構この家の構造で諦めることがあるので、もうそれは、ひょぐとしてはちょっとなんかもう不本意っていうか、嫌なことなんですよね。そうやってなんか家がどうのこうのだから、撮影がの幅が狭まるみたいなことは嫌なこと。近づけも遠いよね。嫌なことなので、はい、もう引っ越します。うん。もう引っ越すよ。絶対にな。ちょっと鼻はこの、ポーランド城モイスチャライジングファンデーションプライマーしてるとこれ使います。あのもう 2L または 3L ぐらいに住みたくって、で車も買いたいから、駐車場があるとことかだったら本当にないんですよ、物件。あったとしてもバカ高い、なんかもう本当に、カノー姉妹みたいなとこしか出てこないから、どうしようかなと思ったけど、まあ、なんとかいいとこを見つけて、ここに住まおうと思う。なんか仕事部屋が欲しくて、あとなんかそのドレッサーとかも欲しいし、もうなんかメイクをなんかこのさ、無印良品でっかいのと、もう一個ちっちゃいのと、このピンクのディオールのポーチに分けて今、やってるんだけど、こんなやついるのってか、まあ、いるだろうけど、なんかちょっといい加減ドレッサー欲しいなと思って、うん、なんかもう収納場所を考えちゃって、コスメ買うとき結構躊躇するっていうか、え、直す場所ないよねみたいな、なんか頭痛いからと言ってくれて、え、直す場所ないよねみたいなんで言ってくるから、確かにないよなと思って、だからちょっともう引っ越してドレッサーも買いたいし、勉強机みたいなのも欲しいし、なんか加湿器も正直なんか買っても置く場所ないなって思ったし、あとフィギュアも買いたいけど置く場所がなくて結構買うのを我慢していて、で漫画も買いたいけど漫画買ったらなんか置く場所ないからと置く場所がないことごとく、なので引っ越します。はい、ここ 1,2 ヶ月で絶対に引っ越してやろうと思います。じゃあのナーズのクッションファンデを使ってみます。使ってみますか、 1,2 回使いました、すいません。使ったんだけど感想としては普通です。はい、普通でした。なんかそんな別、めっちゃいいってわけではないなっていう。まあでも、普通にいいっていう感じ。うん。普通にいいっていう感じです。普通こうやって喋らないときあるけど、大丈夫みんな。こいつ全然喋らんじゃんとか思っとうかもしれんけど、喋らんじゃんのところをいつも僕はカットしているわけだから、今日はノーカットなので、こいつ全然喋らんじゃんがあと何回か来ると思っとってくださいね。はい。うん、ひよこも最近なんか、ね、なんか全然喋らないで黙々とただご飯だけ食べ続ける YouTube とか上げてる人がいて、なんかそういうのをずっと垂れ流してるから家で、なんか安心するのよ、なんか安心する、夜見るとなんか怠けている時に見たりとかしたら、なんかうわ怠けちゃって、怠けていい時間なのに怠けてたらなんかやばい怠けちゃってるとか思うけど、なんか何も喋らずにご飯食べてる動画をなんか20分も30分もなんか撮影してそれを上げてる人を見たらなんか安心するんだよね。20分も30分これ黙ってご飯食べてなんかそれを上げとって思うけど大丈夫かとか思ってなんか安心するので、もう続けてください、そういう方々、私は救われています、あなたの動画に。和紙みたいなのついてるのかなんだろうね。シュウエムラのアンリミテッドコンシーラー6番ライト、なんかドッつきすぎだって、そこまで隠すとかないよ。誰だったっけ、誰か忘れたけど、なんか友達がなんかコンシーラーで化粧しようとしたことあるみたいな言ってた、コンシーラーでなんか全体をなんかファンデーションみたいにして使おうとしたことあるって言ってる友達がいて、さすがに面白いぜと思った、それは無理だぜと思って、やっぱスキンケア後にやったらいいね。なんか鼻周り、私いつもさ、ファンデーションとかだったらガサガサになるんだけど、もうスキンケアした後でもガサガサになるんだけど、もう直後にやったらいいことかもしれないね。マジで照明がなくて色味が伝わりにくそう。今からちょっとイライラするんだけど、どうせ伝わらんのやろうなと思って。私もう16分も動画撮るよ。すごい。うまいね。これカットしたら多分5分ぐらいになるんだけど、もう、ね、ノーカットですので、皆さん15分か16分か知らんけど、もう見てくださってるんですか？
すごいです。ヨガだったらもうなんかこいつ退屈だぜと思って見てられません。コスメデコルテのパウダー使います。これもさ、このいつもさ、あのブラシで取って使っているけど、うん、なんかこれでよくねと思い始めて、なんかこれやってやってる最近、うん、何これ、うん、さ、ヒューゴさ、何回かカットし忘れるのしちゃったことあるけどさ、化粧の途中途中でなんか鏡で決め顔っていうか、なんかこう漏れる顔をして、漏れてるかどうか、化粧がうまくいってるかどうかを判断する時間があるんだけど、今日それできないじゃん、ノーカットだからみんなに見られたらさすがにやばいぐらいの顔しているから、もう何回か見られたことあるからもういいんじゃねえと思うかもしれないけど、よくないよね、よくない、うん、あの悲劇は再び繰り返すべきではないと思うんだよね。なんか口緩くない？前から思うけど、なんかピューってね。はい、ボビーブラウンのハイライト、ハイライティングパウダー L01 番、オパールグロウ、これ使います。これチークカラーって書いてあるけど、これチークにも使える感じか、うん、これね、動画で言ったんですけど、肌なじみはよくないっていうか、そのいい方ではないんですよ、ボビーの中で。あのキランキランなんですよね、めちゃくちゃ、うん、ラメがめちゃくちゃ入っていてキランキランになるから、あのはい、結構塗ってみて本当にキランキランで、全然肌になじもうとしなくて面白いなと思って、なんか不協和音だなと思って好きです。はい、うん、なんか疲れたな。よくさ、いつもさ、メイク動画撮ってるとき疲れたらいつも休憩してるんですよ、なんかこんなんして。でもさ、今日ノーカットだからさ、なんか休憩とかしたらお前何してるってなるよね。やばい、休憩もできない、どうしよう、眉毛剃るね。これも買い替えた方が絶対に、もう旧石器時代みたいになっていくよ、これも買い替えよう。なんかあの腐った刃物を使うと肌に悪いので当たり前だけど、買い替えようと、ちょっとブラシ取ってきますね。あ、そうか、ブラシはこっちに向いていることだった。うん、ちょっと眉毛描くのがちょっと嫌なので、できるだけ先延ばしにしたいと思います。先にこれ、シェーディングをしますね。まあ、いつになったら意味を見出せるのか、楽しみにしているシェーディングだけど、未だにちょっとね、する意味が見出せない。なんだ、そんな変わってるように見えないんだよ。うん、変わってるのこれ知らんけど。ん、変わってんじゃね？うん、いいじゃん、うん、うん、まあ意味あるんじゃね、なんか意味あるんじゃねと思えて嬉しい、なんか、うん、なんかしたいな。本当に照明ない、暗いね、申し訳なくなってきた。なんかどんどんだんだん最初はさ、そんな別になんか、まあちょっと見えにくいかぐらいに思っとったけど、なんか結構普通に尋常じゃなく見えにくい、なんか暗い、うん、暗いね、すいません。ちょっとチーク塗ります。シャネル10コントラストブリュームドール、チークカラー03番、じゃあ塗ろう、ほっぺに塗ります。
さっきニュース番組見てたらドライフラワーが大人気ですけどみたいな感じで紹介されてた、なんかよく、バーとか行くと絶対みんな歌ってるよね。これ今行ってないよさすがに、でもバー行ったら絶対歌ってるよね。ドライフラワー、ドライフラワーとあとなんか君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と語り合ったかみたいな、語り合ったか笑い合ったかなんか分からんけど、ここら辺のやつなんかもうやべえ、なんか歌い合ったらめちゃくちゃ濃くなった、酔っ払いじじいみたいななんかなったんだけど、どうしよう、まあいっか、愛嬌があるお顔です。そんな感じです。これ出したのにつかなかったね。もうつかしない、君に関してはすまないことだった、ヒョのせいだよ、悪かった。でもひよこさ、なんかあ、流行りのやつねってよくなるじゃん。そういうなんかドライフラワーとかが好きとか言ったら、あ、流行りのやつねみたいななる風習あるじゃん。それとか例えば BTS とか好きって言ったら、あ、BTS ねみたいななる感じあるじゃん。でもあの感じこそが一流である証拠だ、証拠とかなんかその一流である証拠の一つなんだなと思う。なんかみんながもうあーねってなるってことはもうそれだけすごい知名度があるってことじゃないですか。なんかあーねって、なんかやっぱファンとしてはなんかそのあーでもあーねと思われるよなと思いながら、あ、 BTS 好きとか言って、あー万端ねーみたいな言われるかもしれないけど、それ誇りに思った方がいいよなって最近よく思うんだよね。あーねって結構認められてる証拠だなっていうのを結構1年間がずっとな一人で考えてる。勝手に何考えてんだろうね。マックのスパイクと眉毛描きます。ここは本当に喋りきらん、どうしたらいいかな。待って、バカ濃い、どうした、近所にさ、めっちゃ可愛いお花屋さんがあるから、そこでお花を買ってこようかなと思ってるち、なんかどうした、これもどうしたとかに、よくお花屋さんとか行ったことあんまりないんだよ。自分のために花買ったこと一回もない。ちょ、ティッシュ。なんか人に買ったことは2、3回あるんだけど、自分に買ったことはない、ね、自分にってか家用に。でさ、友達が結構いつだったっけ、いつか忘れたけど、家来た時になんかでかいタンポポみたいなものを買ってきてくれて、可愛かったから買ってきたって言って、それを今ずっと飾ってるんだけど、そろそろ元気がなくなってきたから、なんかこの調子でお花を飾る習慣つけようかなと思って、はい。でもなんか別に家にお花があったとて、だその花を見てテンションが上がるわけじゃない。結構別にお花そんな、なんかそれ前でやばいんだけど、ちょっとどうしよう、最初からやろう。なんかお花はそんなに別に好きじゃないから、好きじゃないっていうか、そのなんていうの、嫌いとかじゃなくて、別になんかお花にめっちゃ魅力を見出す人じゃないけど、なんか可愛いからいいやと思って、それから暇やし、なんか、なんか病気になりそうだから、そういうなんか買いに行くとかいうことをしてないと病気になりそうだなと思って今日花を買ってくると思う。全然買うか知らんけど、でもその、花屋さんの、この間通り過ぎたよ、花屋の前をね。したらなんかめっちゃ可愛いピンクのチューリップがあって、そのチューリップが欲しいなと思って、買いに行こう。マジで喋りながらやってたら本当に意味わからん眉毛になるんだけど、何これ、こんな眉毛外歩くの、お前大丈夫、なんか柴犬みたいな時でいいかこれ。いや眉毛のシーン長と思ったやろみんな。だしいつもこれぐらい描けるんや眉毛、うまくいかんかったら。そう、太すぎ、なんかおかしい。
ちょっと焦ってるんだよね、自分がイライラし始めそうで。これここでイライラし始めたらこの動画ちょっともう本当に続けてられない、ボツになっちゃうから、マジイライラせんで自分お願い頼む、我慢して我慢して。これが今日好きな人とデートとかだったらめちゃくちゃイライラするだろうけど、よく考えたら私公園行くだけでしょ、よくね別に眉毛がちょっとうまくいかないぐらい、誰もお前の眉毛とか見てないよ。もういいんじゃない？うん、まああんまり良くないけど、もういいよ別に誰も見られるということで。ほおかしい、何？おかしい、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 この間前髪切ったのにもう前髪伸びてて、多分隠れるから眉毛、別にそんな多分失敗しても見えないから大丈夫。あ、今日本当にダメな日だね、眉毛全然描けない、どうしたもんか、やばいな。気に食わない時ずっと気に食わないよな。しかもなんかこれで擦ったらなんか全部消えてるんだけど、さっきから消えてるよな、消えてるぜ、どういうことなの。え、ちょっと待って、めっちゃ凹んじゃった、もう何、もうイライラする、なんなんだ、もう絶対また全部消えた、イライラしちゃいけない、イライラしちゃいけない、いいです、うん、いいと思う、いいと思うよ。サナエクセルのこちらチェリーブラウンやったっけ、なんかそんな感じやったよね、全然違かった、ピーチブラウン、全然ってはないやろ、惜しいやろ、ピーチブラウンの、だからアイブロウマスカラ塗ります。うん、いいんじゃない、あ、これノーカット動画か、めちゃくちゃ夢中で今、すいません、なんか本当にお前喋らねえじゃんって思われたんですよね今、すいません、あまりにもひどいから俺様がカットしたぞ、うん、ごめんなさい、でもやっぱりノーカット動画あんまり向いてないかもしれん、だって本当に喋らないんだもん、よもうなんか嫌になってきた。さすがに眉毛とかカットするかもしれん、喋らなさすぎて。まあでもノーカット動画でみんなこんなもんだろう。え、だってメイクしながらずっとベラ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 喋る人とかいなくない？旅行中の朝ぐらいじゃない？旅行、友達と旅行した時の朝とか。友達と旅行の朝ですら私そんな喋らんけどね。メイクしながらは。集中しないといけないから。てか私何買ったっけコスメ。全部使えてるこれ。怖くなってきたんだけど。使えてるだろうな。待って。使えているのか、使
えていなのか使えて使えて使えているのか、マイケル完全にイララしてるわ。おかしい、情緒がどんどんおかしい。なんか血糖値上がってきたマジで。ちょっとイララしてる今、正直に言うとイララしてるんですよね。 CM ラのこちらの使います。これここの色、黒ここの色をまず薄い方を先にベースに塗って、ベースにっていうか下にこう塗って、幅広く幅広いメディアで活躍して、照明ないから本当にわからん色味が。なんだよ、めちゃくちゃ濃いメイクになるかも。見にくいよなみんな、大丈夫この動画ほら。あ、なんか逆に明るくない？逆に、何の逆にか知らんけど。でもこの間さ、下まぶたにいろいろ塗るときに私がさ、鼻伸びるんですよ、ここ。人中伸ばしちゃうんですけど、それがなんか一緒で受けるみたいなコメント来てて、確かに。で、その人は、伸ばす必要ないのに伸ばしちゃうよね、みたいな。私も一緒、みたいなコメントしてくれてて、確かに伸ばす必要全然ねえじゃんと思って笑った一人で。なんかね、多分、なんか自分的になんか、なんかがつくなぁと思ってやってるんだろうけど、よく考えたらマジで何もつかんし、そのコメントを見た後に、個人的にメイクをして、個人的にっていうか、まあ、全部個人的にメイクするやんけどね、人は。メイクした時に、なんかそれを思い出して、人中を伸ばさずに塗ってみたんや。そしたら何の被害もなくて、どこにも。いや、伸ばさんでええやんってなった。っていう話。はい。なんか見せ方すごない？今思ったけど。大丈夫なんか。で、濃い方の、なんか、コッパーオレンジみたいな、名前忘れたけど、なんかそれを塗りたいと思います。キワニ。ちょっとやっぱ照明がなくて情緒不安定、この動画大丈夫なんかってずっと思いながら撮りようけさ、やっぱ人間ってストレスを感じやすい生き物だなと思いましたね。人間とか私という人間はなんか少しのことでめちゃくちゃストレスを感じるから、なんか生きていくの向いてないなと思う。うん、あと人間関係がすごく人付き合いがすごく苦手だなということで最近気づきました。なんか定期的になんか言わん方がいい気がしてきた。やめとこう。なんか、やばい、やばいすぎてコンプラ違反とかなりそう、この発言。やばいやばい。やめとこう。でもたまに仲いい子とかも、すべての人間関係が嫌になるときあるくない？なんか、もうええわ、みたいな。もうほんまにええわ、みたいなさ。ごめんなさい、私、全然関西人じゃないんですけど、関西弁とか違いました。深くお詫び申し上げます。いや、なんかあるよね、そういう時。いや、もう良くねみたいな。もういいだろうっていう。でも、なんか関わりなくなりすぎても、やむっていうか、めんどくさいよね、本当に。本当にめんどくさいと思う。私、本当にめんどくさいと思う。めんどくさいと思うしか出てこんわ。本当にめんどくさいやろね。自分で自分のことマジでめんどくさいと思う。なんか最近そしてなんか加えて思ったけど、なんかもっとお酒強く生まれたかったなと思って。私弱い方じゃないんですけど、なんかもっともっと強く生まれたかったなって思って。マックのスモールアイシャドウブラックタイド。なんかこれも買ったんですけど、これ紹介しなくて、これも、これをキワに塗ります。目の。キワキワに。ここ、ちょっと塗ってから見せるね。ここら辺もうなんか塗っとうか塗ってないかわからんレベルで塗ります。なんかわかるね、わからんレベル塗ったけど塗っとるの結構はっきりと分かって。草なんだっけ、今何の話したか、その人間関係があんまり得意じゃないって話か。人間関係とか人付き合いがどういうもなんことだよね。うん、どういうもなんことだと思うんだよ。要はちょっとなんかこれ今塗ろうかと思ったけど爪にタイミング絶対おかしいよねって言ってやめといた。
そしたらこのなんかめちゃくちゃ可愛いやつ、ダブルシャドウリキッドアイダイヤモンド風 クランブルズ、はい、名前が長すぎて本当に。しかもなんか噛んではいけないという謎の使命感からでさ、毎回緊張するのよ読むのが。でも多分それはあの噛んだら編集しないといけないから、その何もう一回言ってあの言えてる方を載せるみたいなするから、ヒヨコそれが嫌なんだと思う。だから編集したくないっていうか、もう一回言いたくもないから、絶対一発で噛まずに言いたいっていうプレッシャーかかって余計噛んじゃうんだと思いますけど、ヒヨコごめんなさい、本当に寝起きだ、全然面白くないですよね今日。うん、てかなんかワクワクすることがなくてさ、何を糧に頑張ればいいのか本当に教えてください誰か。何を糧に頑張ればいいんですかね。なんか今まで無理やり自分で楽しみを作って頑張ってきたんですよ。夜中にあのアニメを見ようとか、あこれ終わったらスイッチしようとか、限界がある。全然楽しみじゃなくなってきた。その楽しみをなんか用意してももう終わりだぜ、終わりだ。もう今日アイプチしないでおきます。なんかちょっとそれならさ、最初にそれ決めてたらさ、上野もさ元に最初にやれてたのに、なんで今決めるか、もうそれはしょうがないよ。ちょっと下と同じ手順で上も塗りますね。はい。でもやっぱり私、一重よりなんか奥二重にアイプチする方が顔が盛れるから、なんだかなと思う。なんか、アイプチせずに一重で やると、なんか本当に、本当に本当に目つきが悪くて、なんか寝不足で3日間、残業してる人みたいな顔になるから、ちょっとあんまり本当にどうしようか、どうしようかっていうか、ちょっと困ってる。目つきが悪くなるんだよ、なんか愛嬌がなくなる顔から、全くの。そう、愛嬌がなくてもいいかっこいい顔してる人いるけど、ヒョウコかっこいい顔ではないから、どちらかというとなんかちょっとゆるキャラみたいな顔してるから、ご当地いるキャラみたいな、ちょっと愛嬌がないと本当になんかムカつく顔になるんだよね。何あいつみたいな、なんか文句あるのってなんか誰かになんか言われるんじゃないかって思わんけど、このなんか緑のやつ塗ります、ワンまぶたの中心に。まああんまり思わないですけど、まあでもなんか自分の鏡を見、自分を鏡で見た時にそういう風に思いますね。え何お前なんか文句あんのってなんか言いたくなる。絶対ないのに、自分自身に文句言うやつおらんだろ、鏡の前で。お前さとか。やってたらやばいよね。面白いけど。めっちゃ綺麗。いいじゃん。で、やっぱ一人メイクでいいやってなって、一人でメイクしたら、めちゃくちゃアイシャドウ塗りたくれるし、目がギランギランになるから、結構、好きではあるけど、やっぱりちょっと目つきが悪いから、あんまり受け付けないんです。まあいいんじゃない、これで何、すいません、佐川急便から電話が来て動画が一回切れてしまいました。ヒヨコ頑張っていたのに、佐川急便の方ありがとうございます。ヒヨコがなんかインターホンに出る時間がバラバラすぎて、なんか家にいない時間が不規則だからバラバラすぎて、なんかもう佐川の人が読めなくなっちゃって、ヒヨコの生活スタイルを、当たり前だけど読めなくなっちゃって、いちいち荷物がある時は電話してくださるようになったんですよ。あの今日お荷物ありますけど何時頃みたいな感じで電話してくださるようになっちゃって、とか、まあなって、だから荷物があるといちいち電話してくださいます、佐川の方ありがとうございます。これシューエムラのマスカラ、なんかさ今下まつげ塗ろうと思ったけどさ、なんか下まつげないね。なんか薄々気づいとったおったけど、なんかここまでないと笑けてくるね。面白い、はははははっていう感じ。面白くないレベルに入ってないわ、笑えん。これは実に有識問題であるなどとヒヨゴン容疑者は述べています。ヒヨゴン容疑者は今日未明、下まつげが生えていないことに激怒し、アイライナーがない、もうこれアイライナーだけ命宿る問題やめてくれ。もう本当にどこかしこにも、どこかしこにも行き上がってから臭みを、なんでこんなおらんくなるかよアイラインだけ。いや思い出した、私昨日ここに投げ入れたわ、あった、ほらな、最高の気持ちだぜ。
今日は公園の散歩に3時間しちゃおう、気分いいから。ん？これ、コンプライアンとかならないよね、なんか、なんか危険な行為とか言って。ごめんなさい、やらないでください。皆さん、良い子と悪い子は真似しないでください。セザンヌのアイライン。さ、一人の時私、アイライン弾けないんだよね。どうやって弾いたいか分かんない。どうやって弾いたいか。なんかこれ変にチャレンジしてさ、失敗したアイライン落としたらさ、アイシャドウも全部取れるから、考えようだ。考えもんだ。とか言いながらめちゃくちゃチャレンジしてる今。どういう？結構すんげえ気に入らないことになっちゃった。なんだこれ、おかしい形が。アイライナーと眉毛だけはこだわりが強すぎてメイクが終わらないんですよね、この2つが気に入るまで。だから嫌なんだろうな、化粧するの。アイラインと眉毛がちょっとなかなか終わらなくて、メイクが終わらないから。おかしいおかしい、こういう形大っ嫌い、大っ嫌いだぜ。おかしいな、おかしい、おかしい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 、どうしよう。でもこのおかしさを止める方法がわからん。あ、もう無理やねこれ。あ、無理やんこれ。うん、無理だぜ。なんか普通にやろう、普通に。はい、すいません、街一個破壊してきました。うまくいかなくてアイラインがイライラして街を一個破壊してきました。なんで消しました、アイライン。はい、もういいです、アイラインは。ええ、でもなんかアイラインを消したことによってなんかブラウンのなんかほのかななんか残照みたいなの残ってなんか目に深みが出たので、まあいいかなと。あんまり良くないんですけど、メンタル状況が良くないんですけど、まあいいかなみたいな。なんかオールオッケーで行こうぜっていう感じで。はい、あの街を壊してきたので、ちょっとそこの部分カットになってるかもしれないんですけど、さすがに街を壊す映像は皆さんにとって不愉快なものであるということで、のカットしているんですけど、多分編集室長がそうしていれば。油やで、トゥ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 うん。うん、よくねーみたいな感じで。はい。ちょっと唇がめちゃくちゃ荒れてるから、このまま、唇を塗ったら、大変なことになるかもしれないんだけど、昨日私リップたっぷり塗って寝たんだから、由々しき問題だ。耐えられない。ちょっと資生堂の506番を最初に塗ります。はいはいはい。これなんか渋いピンクみたいな塗った後に、マックのアンティークベルベット、うん、景品ね、あと、うん、可愛くね、頑張れいけるよということで。私中学であのテニス部だったじゃないですか、まあ、その時に練習中にずっと頑張れいけるよーって言わないといけなかったんですけど、それを今言わせていただきました。どうでもいい情報です。うん、うん、まあいいんじゃない。うん、ちょっと
光の当たるところに持っていきましょう、顔を。こんな感じだったんだ。なんか結構濃くてびっくりしてるメイクが。なんかあんまり気に食わんけど、まあいいんじゃねっていうことで。いいんじゃね。はーい、あの、何ですかこれ、終わり方わからないんですけど、あの、今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。もう髪の毛なんてもうこのままいきますので、ただの公園なので、はい、今日もお付き合いいただきありがとうございました。洋服ももうこれで行ってきますので、はい、公園に。皆さん今日もありがとうございました。長い間お付き合いしていただきありがとうございます。なんか全体的にテンションが低くて、この動画大丈夫なんかって、放映していいのかって今ちょっと迷ってるんですけど、まあ多分放映すると思うのでよろしくお願いします。それではね、バイバイ、おやすみ。